はい、夏もようやく終わりということで本日の動画なんですが、はい、こちらブラザースイスルーブの B クール MC660 の1年ちょっと超えちゃったレビュー、そして、私が使っているねツーリングあるいはホルダーといったところのねレビューをやっていきたいと思います。まずね、ブラザースイスルーブの B クール MC660 に関しましては、まあ、1年でレビュー動画を出すというふうに言いましたが、まあ、結果的に2つの夏を超えるということで、ここ空調はありませんので夏は非常に暑かったわけですが、その夏を2つ超えたということで、腐敗に対してね、まあ、厳しい条件が用意されたということで、どういった状況なのかを見ていきたいと思います。この機械の能力を引き出してきたホルダーをね紹介していきたいなと思います。切削工具、まあ、例えばドリル、タップ、エンドミル等々ありますが、そこら辺はね割と注目されやすいんですが、ホルダーはね工具を保持して、そのホルダーそのものを機械が保持することによって、まあ、加工が可能になるわけなんですが、まあ、その間を担うホルダーの重要性っていうところもね今回解説していきたいと思います。 BT30 あるいはまあブラザーのこのスピーディオで使うにあたっておすすめのホルダー等々もね解説していきたいと思います。ではまずですね、まあ、ブラザースイスルーブの B クール MC660 の現状をちょっと見ていきたいと思います。はい、というわけでね、今 M08、M494、外部給油とセンタースルーを全開で出している状態で暖気運転しておりますが、空欄とどういう状況なのでしょうか。ちょっとね、裏に回って見ていきたいと思います。というわけで、機械の裏に回ってきましたので、状況を見ていきたいと思うんですが、まずですね、まあ、夏を2つ乗り越えておりまして、空調もございませんので、結構空欄とにとっては過酷な状況だったとは思うんですが、ご覧の通りですね、非常に泡立ちが少ない状態、泡立ちが少ないんですよ。なかなかすごいところなんですが、加えて、まあ匂いがほぼない。強いて言うならば、新液投入したばっかりの時はちょっとケミカルな、少し爽やかな感じの、あ、新液入ったな、ちょっと心地いいなみたいな匂いがあると思うんですが、うん、しっかり嗅ぐと、しっかり嗅ぐと、奥の方に新液の匂いが少し残っているみたいな状態となっております。臭くなってないんですよ。臭くなってない。これすごいですよね。まあ、こうやってね、素手で触ることに、特にためらいを持つことのない匂い、まあ、感触っていう感じですね。はい、そしてまあ泡立ちが少ないと言いましたが、まあ泡は立つんですよ。泡は立つんですけど、どん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 こうね潰れていく。これはもう新液の頃から健在であると。はい、というわけでね、裏でね見ていただきました通り、驚愕のレベルで劣化が少ない。はい、まあ私のちょっと後悔するポイントとしてはですね、動合筋系をあんまり削ってない。一応少しは削ったけれども、そんな大量には削ってないということで、まあここら辺の変質が見れなかったのは非常に残念ではあるんですが、まあ鉄、ステンレス、アルミ、等々ですね、まあ動合筋もちょっと削りましたけど、各種さまざまな材質を削ってまいりましたが、クーラントの劣化非常に少ない状況となっております。私の感覚では、新液に交換しても半年ぐらいすればちょっと気分の悪い匂いというか雰囲気を漂わせるのがクーラントっていうイメージだったんですが、1年と、まあ、数ヶ月、夏を2回乗り越えております。ここ空調しておりません状況で、若干新液の匂いが残っているという驚愕の状況となっております。そして、まあ、持ちがええのは分かったと。持ちが良くても性能どないやねんみたいなね、切削性どないやねんっていうところなんですが、まあ、私が今まで上げてきた動画を見ていただけますと分かります通り、まあ、正直不満はない。ステンレスを削っても、鉄を削っても、アルミを削っても、まあ、今までにねいろんな動画を上げてまいりましたが、切削性で、まあ、不満だなっていうのは特にない。ステンレスに転造タップを切ろうが、アルミの仕上げを見ようが、十二分な性能を発揮しているふうに感じているところでございます。正直ね、クーラントってこういう良さあるんやみたいなところを認識したクーラント B クール MC660 となっております。ちなみにその性能を、ね、発揮するために一役買ったであろう、こちらのねブラザースイスルーブがね製造販売しております、こちらのクーラント希釈装置、
こちらが全てにおいて良かったと言えると思います。クーラントの追加楽ですよと、しかも追加するクーラントの品質がいいですよということで、まあ、新液を投入する際にも使いましたが、追加する時にも使いましたということで、クーラントそのものの性能も非常にいいんだろうけれども、追加するクーラントの性能を維持しやすい上に腐敗もしにくいというところで、こういうアイテムをねメーカーが用意しているというところがね、まあブラザースーツルブの、まあ、誠意かなというふうに感じるところですね。というのもね、クーラントの混ぜ方って作法があるというふうに私、まあ、前回の、ね、動画で教えていただきましたけれども、順番、水に原液を入れるのか原液に水を入れるのかでクーラントの構造が変わってしまうというふうなことがありましてですね、まあ、混ぜる順番を注意しないといけないということで、混ぜてから機械に投入しないといけない。せいぜい人力の場合これぐらいの缶に1杯分作って追加するくらいの重量しか対応できないので、非常に効率が悪い、めんどくさいということで、私の場合、まあ、あんまちゃんと知らなかったっていうところもあるんですが、機械に直接水を突っ込んで機械の中に原液入れて、まあ、濃度計だけ見て、まあ、いい感じになったかなみたいなところをやっていたんですが、まあ、それだと品質が劣化しやすいということで、まあ、きっちり混ぜないといけない。品質劣化しているのはその入れ方が悪いからですよというふうにやってしまえばですね、まあ、それで進んでしまうんですが、メーカーが楽で簡単で確実な希釈装置を用意しているというところはね、これブラザースイスルブのクーラントに対する誠意かなというふうに感じるところであります。こんな世界線があったんですねみたいな、そういう状況でございます。ちなみにこの1年数ヶ月でどれぐらいクーラントを消費したかといいますと、新液投入の際1缶全部使いました。そして新液投入の際2缶目の一部を使いました、はい、そしてこれ2缶目なんですが、多分これぐらい残ってる、これぐらいで2缶使い切っていない状況となっております。バンバンね、加工している加工屋さんに関しては、まあ、キリコのクーラントの持ち出しとかがありますので、まあ、一概に2缶でいけますよとは言えないんですが、まあ、撮影編集そして別件でイベントに行ったりとかすることも多くてですね、1週間とか機械触らないことってよくあるんですよ。休みの日にね、クーラントが全く動いていない時に腐りやすかったりするじゃないですか。盆休みとかそういう長期休みとかあると思うんですが、長期のね、お休みが点在している状態、今週は使ったけど来週使わないし、再来週使ったけど再来週は使わないみたいなね、状況がよくあった中で、クーラントをすねることなくね腐っていないと。一般的な加工屋さんにはないそういうねちょっと特殊な事情はありますが、まあ、基本的に腐敗に関して厳しめの条件ではありますが、まあ、乗り切ったと言えると思います。この1年ねブラザースイスルブのねファンになったと言っても過言ではないぐらい、まあ、ストレスがなかったという感じでございます。はい、というわけでね、使っているクーラントというところで E-Cool660、いいところ悪いところあると思いますが、まあ、悪いところはあんまりないかな。 あるとすれば値段が高いところかな。はい、B-Cool660 のレビューから、まあ、ホルダーの、ね、レビューに今から移りたいんですが、まあ、これなぜ、ね、ホルダーとクーラント一緒に、ね、動画を撮るかっていうと、B-Cool660 で運用するとツールホルダーマジで錆びない、マジで錆びない、まあ、少なくとも壁とかそういうところの塗装剥がれはない、そして錆びないっていうところに着目していきたいんですが、ホルダーが全然錆びてなくて羨ましいみたいなことをコメントで、ね、いただくことあるんですけれども、めちゃくちゃ私が手入れしてるのかっていうと全く手入れしてないですよ。全く手入れしていない、まあ、B-Cool660 で運用することが手入れと言っても過言ではないぐらい、 B-Cool660 で運用するとホルダーは錆びません、バイス錆びません、当然機械のテーブル錆びませんっていうところなんですよ。例えばね、銀色のホルダーありますよね。まあペーパー部分は割と接触するところがあるから錆びないのはまあまあとして、こういうボディ全体が錆びないって結構驚異的じゃないですか。これが全く錆びない、はい、銀ピカの部分は全く錆びない。じゃあこういう黒染めしたとこどうなんですか。全く錆びません。はい、手入れしてるんですか。してません。例えばの話、外しますよね、洗浄しますよね、防錆油塗ってますか。塗ってません。塗ってないんですよ。はい、こういうね、こういうローレットかけた黒染めした部分とかってなんか錆びたりしません？このローレットの奥の部分、錆びないから、マジで錆びない。こういうね黒染めしたホルダーね、
ネジに至っても錆びないですから、黒染めのネジも錆びないから、クーラントガンでクーラントバーっとかけて洗浄して、エアーで吹き飛ばしてここに挿してるだけで錆びない。まあ、結果ここでご報告いたしますと、 D-Cool660 で運用するとホルダーもテーブルもジグも錆びません。はい、ということで、じゃあ次はねホルダーのレビューしていきたいと思います。私がねスピーディを買って、まあ、ホルダーを揃えていく中でこういう流れでいけばよかったかなみたいな反省を込めてですね、まあ、ホルダーのレビューをしていきたいなと思います。私マシニングを買った時に、まあ、なんとなく思っていたこととして、ハイドロチャックで全部揃えていきたいなっていうふうに思っていたんですが、ハイドロチャックで全部揃えていこうとするとめちゃくちゃ大変ということに途中気づきまして、コレットチャックも揃えていくという流れになっておりました。じゃあ、まあざっと説明していきたいですが、なぜねハイドロチャックで揃えていきたいなって思っていたかというと、やっぱねツールの脱着が楽だから。このねツールの脱着が楽っていうのが、まあずば抜けて楽というかね、はい、非常に楽なんですよハイドロチャック。というのもね、まあ、例えばコレットチャックの場合、コレット、コレットナット、そしてボディ、このね3つに、まあ、キリコとかスラッチとかが入っていると、それを噛んでしまうと触れ精度が悪くなってしまうので、まあ、それなりにしっかり掃除した上で、まあ、気をつけて組み立てる必要があるというところで、ツールの組み立てが楽ということでハイドロチャックで揃えていきたいなと思ったんですが、ハイドロチャックいい点たくさんあるんだけれども、ハイドロチャックの、まあ、ネガティブな点っていうのが、ツールをね揃えていく段階ではまずね値段が高い。コレットチャックに比べて、まあ、ざっと 1.5 倍ぐらいすると、まあ、1.5 倍ぐらいで収まってるからまあいいかというところではあるんですが、まだあると。ツールの直径に対する対応がちょっとやりづらいところがある。そしてセンタースルークーラントを使う時のオプションの扱いが、まあ、やはりちょっと使いづらいところがある。それでね、まあ、私が今言っているコレットチャックとハイドロチャックの大きな違いとして、まあ、テーパーコレットのチャックに関して言えば、基本的にコレットを使わないと保持できないんですよね。対してハイドロチャックは、まあ、例えば8パイのハイドロチャックであれば8パイのツールをコレットなしで使えるんですけれども、このコレットそのものに機能があるわけなんですよ。センタースルーを使いたいコレットとか、サイドスルーを使いたいコレットっていう選択がコレットを買い替えるだけでできる。なので例えば12パイのハイドロチャックにコレットを使えば、8パイのサイドスルーも8パイのツールスルーも使えるんだが、じゃあ12パイ使うときはツールスルーしか使えないんですよ。ほうほうほうと。じゃあコレットチャックはといえば、まあ例えば1パイから8パイまでのレンジがあるホルダーにコレットを入れ替えるだけで、1パイから8パイ全てにおいてサイドスルーとツールスルー選択できるんですよ。ってなってきた時に、ホルダーそのものの値段もコレットチャックの方が安いってなってくると、使い回しが効きやすいという点でコレットチャックから揃えていった方が圧倒的にコスパがいい。まあ、このエンドミルに対してこのホルダーしか使わないっていうようなやつを初期からできるんであれば、ハイドロチャックでバッと揃えてしまっても OK なんですが、まあ、今日は8パイのエンドミルを使うけども、明日12パイに切り替えて使うってなった時にハイドロチャックだと対応がしづらかったわけですね。でそれがツールスルーなのかサイドスルーを使いたいのかでもだいぶ違うというところで、途中からコレットチャックばっかり買うようになったと。じゃあね、ハイドロチャックはもう揃えていっていないのかというと、むしろ今ハイドロチャックを揃えていっている。というのも、この工具専用でっていう選び方でハイドロチャックを選んでいると。 NT ツールさんのスリムハイドロチャックブラスター、岩田ツールのマルチチャンファーに使っていると。このブラスターっていうのはサイドスルーのことなんですが、ツールスルーがない工具に対してブラスターを使いたいです。かつ面取りなので、干渉をあまり気にしない細身のボディがいいですというような選び方でハイドロチャックを選んでいると。そしてこちらはツールスルーのエンドミルなんですけれども、エンドミルを使うにあたってはスリムなハイドロチャックではあるんだけれども、ビッグさんのスリムハイドロチャックはちょっとね太めなんですよ。なので、まあ、横送りするエンドミルに対して、まあ、こいつを使ったりとか、もう専用でね選んでいる。これはシュンクのハイドロチャックにコレットを使って、このコレットがサイドスルーのコレットを使っていると。まあ、っていう風にハイドロチャックはツールと
このチャックっていうのがもう固定されていっているっていう感じですね。でハイドロチャックではないんだが、もう固定のドリルを使いたいです。例えばこれ M3 の下穴なんですけど、焼きバメチャックを使ってますみたいな。そしてコレットチャックの役割としましてはですね、私がメインで使っていますコレットチャックは雪輪のコレットチャック、これサンドビッグさんのレビューの時に使いましたし、日清さんのツールレビューの時にも使いました。どちらのねエンドミルも結構負荷をかけて使ったんですが、どっちの動画だったか忘れましたけどコメントが入っておりました。コレットチャックは剛性がないからもっとしっかり剪定するべきです、的なコメントが入ってたんですが、雪輪のコレットチャックを侮らないでね、ここなんですよ。雪輪のコレットチャックは剛性あります。私も知らんかったんですよ。私も知らんかったんですが、なんかの展示会の時に雪輪さんも出展されてて説明を受けたら、雪輪のコレットチャックは肉厚が太めで、もちろん精度もなんですが、精度もいいんだが剛性にもこだわってますということで、エンドミルの横引きにしっかり対応したコレットチャックとなっております。なので私がエンドミルレビューをする時にはですね、雪輪のコレットチャックで最もここが短いものをよく使っているという状況になっております。そして雪輪のコレットチャックちょっと太くて剛性あるよっていう話だったんですが、 NT ツールさんのコレットチャックは逆にちょっと細いんですよ。ちょっと細いことによって干渉がしづらいみたいなね。剛性でコレットチャックを選ぶなら、まあ雪輪さんのコレットチャックを選んでますよと。そして干渉でコレットチャックを選ぶなら NT ツールさんのコレットチャックを選んでますよと。そしてねこの2社、 NT ツールさんも雪輪さんもコレットの選択で、まあ、サイドスルーかツールスルーを選べるんですね。これがね非常に私にとって大きい。まあ、他のメーカーさんでサイドスルーなのかツールスルーなのかを選ぶ際に、他のメーカーさん全部とは言いませんよ、言いませんけど、他のメーカーさんを選んだ時にコレットナットでその種類を選ぶっていう仕様のやつね、コレットナットにオーリングが入ってるとかね、ちょっとね管理がすげえ煩雑になるので避けてる、はい、買ったことはあるんですがもう増やしてないっていう感じですね。もうほぼ雪は NT ツールのコレットチャックで揃えているという感じでございます。万葉ツールさんにここの長さが 45mm のやつが一番短くて、もっと短いのが欲しいっていう話をしたら、はいこちら、これもね ER コレットのコレットチャックなんですが、これね長さがざっと 35mm なんですよ。ここの長さが一番短いやつでも 45mm だったんですよ、規格でね。大体の規格で 45mm が一番短いんですが、 35mm が出ました。万葉ツールさんから出ます。はい、BT30 のホルダー選びは非常にちょっと勘どころがあると。できるだけ突き出しを抑えたいみたいなね。 BT50 をね現役時代使ってたんですけど、その時は突き出しって結構無頓着にやってもねそれなりに剛性が担保できたんですよ。というのも BT50 これなんですが、全然違うんですよね。BT50 と BT30 この違いなんですよ。 BT50 で感覚を養って加工屋やってきましたので、 BT30 だと全然この剛性感が違うということで、もうドンキでしょこれね。まあ BT30 を初めてねメインで使うようになって、この突き出し問題っていうのにねちょっと取り組んでいるという状況になっております。はい、こちらもこの BT50 もこれと一緒の、ここの長さが非常に短いコレットチャックなんですね。 ER コレットチャックなんですよ。フランジフラットのところにモールステーパーのやつ刺すやつあるじゃないですか。あれがあるのになんでストレートシャンクをつかめるこういうフランジフラットのやつないねんって思ってたんですけど、万葉ツールさんからねこれリリースされるということで、まあ、もしよければ BT50 ユーザーでね、まあ、剛性の高いホルダー欲しいっていう方はねこういうのをちょっと検討してみてはいかがでしょうか。例えばこういう太いエンドミルを掴む際にこの突き出しで掴めるとしたら最強じゃね、最強でしょこれ、剛性最強でしょ。 BT50 もともと剛性高いのにホルダーでこんだけ剛性高そうな突き出しやったら最強でしょ。はい、そして私の場合いわゆるミーリングチャックを1本も持ってないんですよ。ミーリングチャックってフックスパナとかでねグッグッってね締めていくようなやつあるじゃないですか。あれなんで買ってないんかっていうと、 BT30 はホルダーのここの突き出しが非常に重要なんですね。ミーリングチャックの場合ここがでかいですね、突き出しが長いことによって剛性面で不利なんですよ。ホルダーそのものの剛性がミーリングチャック仮にね大きいやつで高かったとしても、
ここの突き出しが長いことによって実加工での剛性が不足しがちなところがあると。でミーリングチャックの場合ここの長さがね一番短くても確か60で70とか75とかもあるんですが、コレットチャックとかハイドロチャックだとここ45で使えるんですよ。これが非常にでかいので、私ミーリングチャックを使ってないんですけど、ミーリングチャック使わんかったら径の太いスローアウェイ系の、まあ、カッターとか使えへんやないかっていう風になるんですが、私の場合こういう風に突き出し長さ固定のアーバーで対応しております。これによってですね、まあ、有効長を非常に取りつつも全長は比較的抑えつつ使えるということで、まあ、アーバーでも言っていると。ミーリングチャックの場合ね、ここでミーリングチャックの長さを使い、そしてここからストレートシャンクのカッターをやるともう突き出しがこんなになるんですね。でも有効調はこんなもんみたいな、だと剛性面で不利なので、もう最初から、ズンとアーバーにしておりますという感じです。ってなってくると、ちょっと細めの突き出しの長いスローアウェイとかってしんどくなってくるんですよね、はい、こういうコレットチャックでつかめなくもないんだが、ここがね長くなってくる、16パイとか18パイとか20パイとかをつかもうとすると、ってなってきた時に、こちらのフェイスミルを製作いただきました万葉ツールさんに、なんかこう有効長は結構長く取りたいんだけど全長は抑えたいアーバーが欲しいんですよねっていう風なことを、まあボソッと言ったらですね、あ、じゃあまあ焼き豆で作れるけどねっていうことで作っていただきました。こちらのアーバーまだ1回も使ってないからプルスタットもついてないんですけど、 BT30 のホルダーにヘッド交換式の調光のバーあるじゃないですか、あれを焼き豆してもらいました。すごくないこれ。もう焼き豆でね脱着できないんですけど、ぶっといからここができないんですけど、まあ固定で使えばいいやんということで作っていただきました。ここの全長を抑えながらも有効長はしっかり取るっていうコンセプト、同じ有効長をミーリングチャックで取ろうとするとミーリングチャックの長さ有効長で長さがこんなになるって先言ったけど、まあそういう状況になるんですよ。なんですけど有効長をしっかり取りながらも全長をしっかり抑えてるっていう、 BT30 でも突き出しの長い加工をしたいケロのわがままに対応したアーバーとなっております。はい、というわけでね、今回はまあ切削加工といえばですね、機械に注目が集まりがちだし、まあドリルとかエンドミルといった刃物に注目が集まりがちな中、まあ、クーラントとホルダーっていう、まあ、なくてはならないけれどもちょっと目立ちづらいところにフューチャーして、動画作ってみました。クーラントもねホルダーもね結構長いこと使う道具なので、なかなか入れ替えっていうのがしづらいので、違いをねしっかり把握することが難しいじゃないですか。クーラントなんてまあ1年スパンとかで使うんで、まあ、じゃあこっちの銘柄に切り替えようかなみたいな、ちょっと難しいですよね。次のクーラントで選定ミスったらどうすんねんみたいな、ちょっと恐怖があるので、ちょっと無難な選択になりがちなんですが、まあ、ちょっと私の知っている範囲でクーラントのレビューさせていただきました。 B クール660非常におすすめです。そしてまあホルダーはね、まあ、どこのメーカーに単一で揃えるっていうのはなかなか難しいので、いろいろ使っているんですが、まあ、私の中で特にお気に入りのホルダーをここに並べさせていただきました。ユキワ、NT ツール、NT ツールのハイドロ、ビッグのハイドロ、そしてシュンクのハイドロ、そして MST の焼き豆という風になっております。ヘッドはねタンガルイ、OSG、京セラ、ケナメタル等々いろいろ使っておるんですが、ホルダーの部分ね、アーバーはまあ万葉ツールさんは割とよく使っているという状況でございます。というわけでね、今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいました、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。本音を言えばね、 B クール660このまま継続していきたいというところが本音なんですけれども、この1年数ヶ月経ったこの現状をちょっと判定していただいて、おーふーふー